あ、思い出した喋りなかったこと。俺ね、俺、やった俺、キングオブコント見たんだよ、最近。2016、キングオブコント。見たの。みんな見た ?2016 のキングオブコント。思い出した、思い出した。見た結構見たまあ、まあ見た人いるねねあのさ、一個さ、感じたことなかった。じゃみんながさきいや、見てない人はちょっとあの、俺の話聞いてて。あの、感じたことなかった、何か。 あのさ、観客が女の子だったじゃん。いや、最近おかしいところ思わなかったんだけど、観客女の子じゃん。で、俺正直エンタの神様とかあったら別にどうでもいいと思うんだけど、なんかね、芸人がネタやっててさ、ちょっと気持ち悪いネタやった時にさ、へーってさ、悲鳴上げんじゃん。あれマジでいらなくねてか、ああいうところにさ、女入れて、女って面白くねえからさ、あれさ、すげえ可哀想じゃないあれ、 マジで泣えるよね。で、審査員もさ、なんかその空気に引っ張られちゃうじゃん。あれマジで泣えない。なんでテレビの人って気づかないんだろう。なんかかわいそうじゃん。いや、男入れてやった方がぜいや、あれ多分、ね、SE じゃないと思うんだよ。あれ SE じゃないと思うんだよ。<laughs> SE じゃないと思うだ。全然受けてない。全く入ってなかったところもあったから。あれ SE じゃないでしょ。 じさ、エンタの神様とかでさ、観客に入れてさ、やるのはいいけどさ、なんか俺、ザ・漫才とかさ、キング・オブ・コントは全員男でやってほしいわ。あれマジで泣いたわ。ほんとに。あれ生放送でしょ。俺好きな、あ、カモメンタルっていう、なんか、芸人がいて、すげえキモいネタやってて、俺超 <laughs> 超キモくて面白かったのね。 冗談りってその人に言たのにさ、それで女がもうすげえさ、あの引いてやがって、あの冗談どんぶりで、俺なんならパクってやろうと思ってるくらいなんで、ななりさ、超肝がっててさ、すげえかわいそうだったわ。あれ本当にやめてほしい、マジで女入れてやるの。あ、面白かったよね。あれ客男だけでやった方が絶対いいわ。俺そ、もうそれ、 あれするわ。その説持ってくわ。あの、水曜日のダウンタウンに。<laughs> バラエティ番組女不要説みたいな。<laughs> マジであれ外略だぜ。だからテレビつまんねえんだよ、本当に。あん、じゃあ俺正直面白かったんだよ、金、あの、俺さ、ジャングルポケットめっちゃ好きなのね。なんでかっていうと、斉藤がセピアにというか好きなのね。<laughs> ジャングルポケットめっちゃ好きだろ。あの、し、なんか、気もかわいいじゃん。 キモカワ。すげえ、だからさ、被害を受けるわけよ。キモイ系のやつが。キモイ系のやつがさ、なんか、バラエティ番組とかでさ、アンガールズの田中とかがさ、キモーイとか言われてんのは、まださ、何言ってんだよ、やまねえみたいなこと言えんじゃん。でもさ、ネタの途中でそういうこと言えねえじゃん。もうすげえ可哀想だったわ。あれ、ほんとやめてほしい。マジで女いらねえわ。ほんと思ったね。切に思ったね。 かまいたちの二本目とかクっそ面白かったじゃん。<laughs> 俺二度見したわ、あれ。二 <laughs> 度見した。<laughs> でもあれいらないよ。ほんとに。別に、お茶の間で笑ってればいいじゃんわーって。無観、無観客でやるか。<laughs> でも無観客は、あまりにも濃すぎるのか。なんかそれでもそういう客に受けるようにやればいいじゃんとかさ、言われちゃったらもう音も込ねえんだけどさ。いやでも女相手にやったら面白くねえじゃん、絶対。ソフトなさ、 下ネタとかしか言えねえじゃん。無観客試合でやっとるじゅうんでなんか、それで SE 入れればいいじゃん、逆に。よくないあの、観客の声全部消して <laughs> SE 入れりゃいいんだよ。てか生放送でやんなきゃいいじゃん、あれ。で SE でよくねえか。で、審査員が審査すればいいじゃん。女ってわかんない <laughs> なんでお笑い見に来んのもわかんねえ。バカだからね。<laughs> M1 とかそんなことなかったよね。 俺昔さ、てかザ・マンザイとか、キング・オブ・コントとか最近全然見てないのね。今年ジャングル・ボケットが面白かったよっていう情報を仕入れたから、俺すげえ好きだから全部見たんだけど、もうあれほんと切なかったわ。あの、女性の聞く声。あれすげえ悲しかったな分わか,かった気になりたいから、なんかアイドルでも多分あれってさ、テレビ局側がさ、多分観覧は女性のみ笑っていいとこだったらいいじゃん。 笑っていいと思うとかは。なんかさ、ああいう番組に女の子ってマジでいらないわ。本当にいらないな。スマスマってまだやってんのどういう空気だってんだ。俺もなんかそういう目線で見たけどすげえ、さすがプロだなって思ってつなくこなしてたよ。<laughs> めっちゃくちゃ。準決勝と決勝が別ゲーだって芸人からく、くげん、くげん、があった。マジで。なんか俺あれマジでかわいそうだったなぁ。 かが女しかいない番組は全員桜代よ業界人だけ。いや、だったらなんか、男入れだった方がいいわ。おー、なんか、男の笑い声の方がいいじゃん。西郷どんやればやったうがいいじゃん。西郷どんと。真似してる実況者いっぱいからなんか、なんかその辺のやつらばーっ桜でさ。その方がよっぽど面白いから。マジで。 猫期待とかさ。あれ、ほんとにかわだった。なんかもう、面白かった。てか全員面白かったの、俺。だけどなんかもうぶち壊されたわ、ほんとに。そんなさ、観客がめっちゃ引いてるのにさ、点数なんかつけらんねえじゃん、審査員も。なんか、なんか、面白くねえのか。なんか、やっちまったな、感がすげえ出るじゃん、あれ。PP とかよ。一般人の男はあんまり笑わない。お、え、でもさ、別にそれいいじゃん、別に。 SE 足せばいいじゃん、なんか別に。音だけ入れてさ、音だけ引かねえんだから。引かねえじゃん、あの程度のさ、冗談どんぶりぐらいで。だなんならもっとえぐいことできるじゃん。男性だけだったら。ライスにも触れて、俺よく見て、見てねえんだね、あんまり。見てねえんだよ。見てない。好きな人を重点的に。SE とか生でやる必要ない。生でやんなきゃよくねえか。生でやる必要性なくない。 失敗したらもう一回できるんだし、最悪。しかもそんなの俺たちには伝わってこないじゃん。客半分芸人の番組面白かったぞ、なんだそれ。あ、そういうのほうがいいじゃん。でも全員芸人入りでやればいいじゃん。全員。なんか、ザ・漫才とかそうなんじゃないの優勝 <laughs> したやつ見てないのか一回だけ見たよ。一回だけ見たけどさ、なんか、でも違いがわかんない。違いがわかんねえんだよ、結局。 好きな、やつを見ちゃうっていう。あ、昔は全員芸人だったんだ。なんでやめちゃったのそれ。なんでやめちゃったのあ、ギャラがきつい。ああ、なるほどね。なんか俺、それをすごいね、思ったわ。いらねえなと、女いら、ほんと女いらねえなーと思いながら見てたわ。もう、そればっかり気になっちゃってさあれ、視聴率っていいの m ザ h e 漫才って何か違うのなんもわからない 何が違うのではもう全部一緒からすればいいじゃん。キングオブザ漫才ワングランプリみたいな感じで。そう、最強決めればいいじゃん。あの、裏飯見ていいにめんどくせいことやってねえで。すべてあり。なんでもあり。賞金3500万くらい出してさ。<laughs> 賞金3000万。<laughs> やればいいじゃん。コントと漫才なんかでいいだろう。一番大きい笑いを取ったやつ、勝ちみたいな。キングオブザ漫才ワングランプリ。 最強じゃねえかよ。統一トーナメントやった方が絶対面白いって。とにかく一番面白いやつを決めるみたいなさ。ダンスとかマジックとかもあるでいいよ。マギーシローとか呼んでさ、やればいいんだなんかもう、いろいろありすぎてわかんねえわ。